はい、今日はね、端の方までグリス入れるということで、こんな感じでね、ミッドグリス入れたところですけど、これからやっていきますけど、今日はね、ここのキャッチャーミットのヒンジの留め方、いろいろあるんですけど、まあメーカーによってね、違うんですけどね、それをね、やっていきたいと思います。まずちょっと安定させないとね、これ。はい、じゃあやりますね。ここ3連で続きますし、中にこのね、ちょっとグリス見えるけど、パッドを挟んで、芯を挟んで、裏平通って一部こっちにも抜けますんでね。で、あのファーストバックの場合はちょっとね、奥がやりにくいです。奥から入れますけどね。でレースの方はこういう風にね、止めの穴を作っといてスタートしていきますね。はい、まずはここですね。ここまあいろいろやり方ありますよ、ありますけども、今回はこのミットにの やり方に合わせてね、はい、でこう止めんところを残して、で2つ目いくんだけど、こっちね、こっち通すんだけど、これにこう止めを通しますね、はい、で一旦、あらららら、ずるっといっちゃったな、よいしょよいしょ、こう押しにちゃった、よいしょ、こういう感じでね、止めて、よいしょよいしょ、止めるんだけど、うん、こっち通さないとダメだから、こっちに、こっちにね、これをこっちまず一旦ここね通して、でキュッキュッてここね、でよいしょ、で今度戻ってくるんだな、戻ってくるんだけど、これすごい奥だから、奥へ、戻ってきます。こっからここ通って、こっちでこうね、よいしょ、でキュッと、うん、こういう感じで、ここもちょっと閉まりましたと。で、この見えないか、見えないかな。で、一番ポケット用に行って、ここはよいしょ、ここはこう中を通します、抜けません、よいしょ、キュッキュッてね、こんな感じで、今度同じ作業ですね。一番端の穴に通して、
で今度またこの中まで通してよいしょ、で戻ってきます、でここまでで一番ポケットより上の方に戻って、これは中通ってくるからまたこんな感じね。9で同じ繰り返し、こんな感じになってます。でだいぶ手前になったんで向こう側へ通す作業も見やすいですね、はい、でまたこっちからこっちへ、ね、でここ裏てんてんてんって3つレースが止まってるのが分かると思うんですけども、ここ最後ですね、一番なんかよいしょポケットよりはどうだ、来たね、これもこっち側通りますね、キューって、はい、こんな感じです。まあ、違うやり方もありますよ。このミットはこういう感じで挟んであっただけなんだけど、どうしよう、ちょっと出しとく、うん、よいしょ、ここに挟んで止まってたけど、キュ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 、縛ってたっけ、うん、ここに出しておこうか、うん、で縛っておきます。はい、ということでグリース入れからの今日はこのヒンジのところですね、3連のヒンジ、こちらの方をお見せした次第でございます。まあ、いろんな、ね、メーカーによってやり方違うんで今日は一例でございます、あくまでも一例。それでは皆さん、さようなら。